ヤマタバサラサラバンジ頼り。いいすか。おはようございます。誰が呼んだか心優しきパンクロッカー山田バサラです。今日ですね、山田バサラとマジシャングーニーの大交流会終わりたてほやほやでですね、お客様を捕まえました。お名前よろしくお願いします。はい、テレビは初歩です。はっちゃんです。はい、はっちゃん、ご職業をお伺いしてもよろしいですか。はい、映像制作やってます。映像制作、はっちゃんね、一回その映像制作の会社で僕も広報に出させてもらったことありますね。そうなんです。これちゃんとここで喋ってもいいですか。大丈夫ですか。あ、大丈夫じゃないですか。大丈夫ですか。はい。はっちゃん、なんか何回か僕のイベントを見てくれてますけど、どうですか。今日のイベント、ハロウィンイベントどうでしたかね。めっちゃ久しぶりに生のバサラさんが撮ってるのが、久しぶりっていう感覚が一番嬉しかった。本当だよね。で、今日は結構ね、お客様も多分コロナがちょっと緊急事態宣言が明けて、やっとライブもね見れるような状態になりつつあるので、皆さんちょっとうずうずしてたんでしょうね。いろいろ溜まってるものがもう今日バーってきた感じが、ね、はっちゃん、なんかすごい雰囲気が変わったんですけど、これは何か何かあれですか。今心境の変化とかあるんですか。今これは心境の変化をしないっていう心境の変化ですか。難しい。心境の変化をしないっていう心境の変化、はい、あえて何もしないをやったらこうなりました。そういえば今話しながら申し上げた、はっちゃんは僕が一回、泣き人でしたっけ。でイベントした時もはっちゃん来てくれましたよね。はい、行きました、行きました。本当にだから沖縄ので出会ったはっちゃんですけれども、本当にね、我が家でイベントしたりとかですね、また泣き人でねイベントする時も遊びに来てくれてありがたい存在でございます。ぜひですね、こんな感じでまた大交流会ぼちぼちやっていきますので、またはっちゃんにも会えるかもしれませんので、ぜひ今日本当に楽しいイベントでした。はっちゃん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ今日も一日元気で頑張っていきましょう。さらばんじ、イエイ。いいね。あ、2分、2分。よしや、今日は僕の甥っ子も見に来ました。初めてか。初めて。どうでした、おじいちゃんのライブは。本当に素敵だった。何、本当に何。本当にさ、すごくて楽しかった。褒め、ここまで褒めてくれて、本当にすごくて楽しかったっていう、もうこれ最高ですよ。よしや、チェロやってるんだよね。うん、今度一緒に共演しましょうね。ということで、今日は本当に若いちびっ子からですね、おじいおばあまで来ました。大交流会楽しかったです。ありがとうございました。